フリーアナウンサー川口百合29が所属する事務所ボイスが11日までに更新サイトを更新川口の不適切投稿をめぐり契約を解消したと発表した写真不適切投稿で事務所との契約が解消となった川口百合アナウンサー公式サイトでは当社は2024年8月10日土曜日をもって 川口ゆりとのアナウンス事務所ボイス所属契約を解消いたしましたのでご報告申し上げますと告知川口氏は X 旧ツイッターの SNS において異性の名誉を毀損する不適切な投稿行為が認められたことから当社はアナウンス事務所として所属契約の維持は困難と判断しやむなく契約解除通知をするに至りましたとしなお 当社では、言葉は誰かを傷つけるためにあるものではなく、勇気づけたり愛を語るためにあるものと考えており、言葉を扱う仕事に携わるものとしてはあってはならず、大変心苦しく考えておりますとした。また、川口も自身の X、旧ツイッターを更新し、この度は私の不用意な発言で不快にさせ、傷つけてしまった方が多くいたこと、大変反省しております。 言葉を扱う仕事をしているものとして未熟でした。以後、言葉で誰かを傷つけてしまうことがないように精進して参ります。本当に申し訳ございませんでしたと謝罪した。川口は、ご事情あるなら本当にごめんなさいなんだけど、夏場の男性の匂いや不節制してる方特有の体臭が苦手すぎる。などと投稿し、物議となっていた。